人混みに紛れ気づかれぬよう隠された暗部を暴く。俺の名はペンギン、しがない私立探偵だ。抵抗ペンギン。探偵になるとどうなるのか。待ってくれ。探偵は漫画やドラマだと事件現場に颯爽と現れて謎を解決していく華々しい存在だが、現実だと全く違う。ありがとうね。いえ、お安いご用です。基本的に探偵は聞き込み力や追跡力を生かした何でも屋のような存在。こんな風にペットの捜索を依頼されることも少なくない。マルタイを発見、これより尾行を開始する。だがやはり一番多いのは人と人とのトラブル、特に色恋沙汰だ。探偵のリアル、日曜日15時。マルタイは商社に勤める OL で依頼人の恋人が。出かけるには少し遅い時間ですね。今から2体と会うんでしょうか。不定調査は依頼者から事前にマルタイの住所や顔写真、勤務地や行動時間帯とともに怪しいと思われる日時を聞いた上で2人1組で尾行して調査する。俺たちも急ごう。マルタイやけに飛ばしますね。あ、しまった、信号に。どうしましょう。この道を使っているなら大通りへ行くはずだ。裏道から行こう。はい、追いつきましたね。車での尾行は基本的に間隔を2台分空けて走るため、赤信号などで突き放されたりもする。そのため事前に周辺の走行ルートを把握しておくことも重要だ。まさか車でホテル街とは。大胆ですね。相当通ってるのかもな。ってお前黒すぎだろ、逆に目立つと。それを言ったら動物っていう時点でアウトな気がしますけど。そこには触れるな。車とは違い歩きでの尾行はマルタイに感づかれやすい。だから場所が変わるたびに服装を変えなければならない。それよりカメラは回してるか。はい、バッチリです。マルタイと2体はいつ出会うか予想できないので、尾行中は常にビデオカメラを回し、決定的な証拠が取れそうな時はカメラも使って2人がかりで現場を収めるのだ。店に入ったな。すみません、この子来てますか。出前頼まれたんですけど。ああ、この子は最上階の角部屋にいるよ。お気に入りらしいからね。って事前に聞いてないの。ああ、実は顔に見とれて聞きそびれちゃって。あの子美人だしね、気持ちは上がるよ。毎週新しいパパを連れてきてるしね。マルタイの情報を引き出すにはコミュニケーション能力が必要になるほか、怪しまれないための起点も必要だ。やっぱりマルタイは黒ですね。そうか、ならあとは尻尾を捕まえるだけだな。張り込みは調査の中で最も長く、そして体力を使う重労働。いつ出てくるかわからないマルタイに気を配りながら延々と待つしかないのだ。いくらなんでも遅くないですか。もしかしてもう帰ったのかも。いや、まだ確実にいるはずだ。来た、よし、抑えました。お確かめください。確かに頂戴しました。調査費用は1時間2万円から5万円程度で、報酬は総額数十万から数百万円になることもある。調査の結果ですが、残念ですが彼女さんはどうやら借金を返すためにパパ活をしているようです。は？そんなの一度も聞いたことないぞ。そ、なんでだよ、なんで相談してくれなかったんだ。探偵業はこういう瞬間が一番つらい。自分の頑張りが依頼人を追い詰めるきっかけになることも多いから。でも怒りや恨みもあるでしょう。だけどこの証拠はあなたがこの先の人生を決めるために必要なものだ。あなたが自分の幸せをつかみ取れることを祈っています。そうですね、ありがとうございます。俺あいつと一度話してこの先どうするか決めようと思います。裏切られてもやっぱりまだ好きなんで。頑張ってください。探偵とは調査によって得た事実をありのまま依頼者に伝え、真実を届ける職業なのだ。うわ、ペンギン、まだそんな稼ぎ方してるの。バンダか、敵情視察ならお断りだぞ。むしろ逆だよ、君に今の時代の稼ぎ方を教えてあげるよ。何？悪徳探偵、ここまでは基本通りだが。よし、行くよペンギン。は？おい待て。こんにちは。なんだお前ら。実はあなたの奥さんに浮気調査を頼まれたものでしてね、今証拠を取っちゃったんですよ。ま、まあでも君が奥さん以上にお金を払ってくれるなら、このカメラのデータうっかり消しちゃうかもね。ペンギン、僕たちの仕事は歩合制じゃなく時給制なんだよ。こうすればマルタイと依頼者の両方からお金を取れるじゃん。探偵は真実を伝えるのが仕事だ。そんなことをしているといつか痛い目見るぞ。ああ、アマちゃんだね。そんなんだからペンギンはいつまで経っても貧乏探偵なんだよ。論点をずらすな。
俺はこの仕事をしてたら汚い人なんていくらでも見たでしょ。いつだって勝つのは悪知恵が働くやつなんだよ。探偵業に資格などは必要なく、開業届を出せば誰にでもできる。故に日本には約5000社の探偵事務所があり、中にはパンダのような悪徳探偵もいるのだ。事実は小説よりきなり。これで行方不明になった妻を探してくれませんか。え、この金額だと1日しか調査できませんよ。そこをなんとか。警察にも捜査を打ち切られて頼れるのはあなたたちしかいないんです。 お願いします。どれだけ時間がかかってもお金は払います。大切な妻を探してください。そうだ、俺はこういう人を助けるために探偵になったんだ。わかりました、引き受けましょう。ありがとうございます。そうして俺たちはツテを最大限に使い、依頼人の妻の行方をたどった。そしてこの部屋です。やっと見つけた。探偵さん、本当にありがとうよ。ここ感謝してるぜ探偵さん。あんた何が目的だ。この女が逃げるから悪いんだ。おとなしく俺のものになり続けてれば、こんなことにならずに済んだのによ。そういうことか。気の毒だが、事情を知った以上消えてもらうぜ。残念だけどそれは無理だよ。なんだお前。通りがかりの探偵さ、証拠も全部残ってるし、もうじき警察も来る。観念しなよ。くそ。ペンギンのおかげで助かったよ。あいついろんな探偵事務所で元奥さんの調査を依頼してて、逆にマークされてたんだよね。だからわざわざ俺の探偵事務所まで来たのか。俺があいつから依頼を受けてないか調べるために。まさかそのすぐ後に依頼が来るとは思わなかったけどね。今回はお前に助けられたな。依頼人の男を揺すれると思って探してただけだよ。僕が人助けなんてするわけないでしょ。悪徳探偵業者なんだから。そうだな。さーて、今日はどの台打とうかな。パンダ、お前この前調査対象の旦那をゆすってたよな。それがどうかしたの。気になって調べたんだが、その浮気調査を依頼してきた奥さんも別の相手と浮気してたらしいな。お前それを知ってて。さあね、そんなの全然知らなかったよ。探偵ってのは真実を解き明かす職業だが、やっぱり一筋縄じゃいかないな。でもそれが探偵の面白いところでしょ。そうだな。俺の名はペンギン、しがない私立探偵だ。俺は今日もまた動く、真実を見つけるために。はい、こちらブラック企業某企画です。はい、製品の使い方がわからないと。説明書をご覧ください。捨てた。はい、私も今受話器を捨てたい気持ちでいっぱいです。え、お前じゃ話にならないから責任者を出せ。私もお客様では話にならないので、保護者様を出してほしいです。失礼します。はい、こちら某企画です。はい、台東ステーションと台東オンラインクレーンで抵抗ペンギンコラボ決定と。はい、今回は3種類のプライズになると。はい、さらに10月8日は私とパンダとシャチが店頭で1日店長をやると。はい、さらにサイネージから様々なプロットキャラクターが話しかけてくれると。はい、そして台東オンラインクレーンの中でパンダが寝てサボってると。はい、見つけたらサイン色紙がもらえるチャンスと。わかりました、全書できたら全書します。みんなも仕事中に外回り営業だといつだって台東ステーション台東オンラインクレーンに遊びに行こう。ねえペンギン、今度飲みに行こうよ。めんどくさい。いいじゃん、ペンギンも前に行ったことのあるあの店だよ。あの店だ。次回ぼったくりバーに潜入してみた。次こそ腹黒パンダに制裁を。えへん。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹黒パンダか。